こんにちは日本の皆さんダンです今日も youtube チャンネル見ててくれてありがとうございますこのチャンネルのほぼ目的は僕が海外で出ている英語のニュースを読んでそれを解釈して日本の皆さんに日本語で伝えるというフォーカスです僕の経歴バックグラウンドはほとんどウォールストリート投資家起業家です僕は12歳の時に投資始めて今は34歳なので22年間の投資経験を持っています 19歳の時にウォール・ストリートに入って投資銀行で働き始め取引のフロアで働き始めました12歳あ22歳の時に、えー、とヘッジファンドの世界に入ってそれで26歳の時に自分のヘッジファンドを作り30歳の時にそのヘッジファンドを売却した人ですなので僕は23歳以来給料を受けていない人で、えー、と個人財政はほとんど投資パフォーマンスでまとめている人です 今日話したいまあまず1つ話したいのは、えーまあ、投資と経済とあんまり関係ないんですけど日本のニュースには何もほとんど出てなくアメリカのニュースでいっぱい出ていたことコービー・ブライアントというバスケットール元バスケットボール選手がヘリコプターの事故で死んだことです。これは僕にとってはすごく悲しいニュースです。あー彼は、えーまあ、歴史的には世界最高のスポーツ選手の1人だと思っているので彼の、えー、と事故。 に対して僕はとても悲しい気持ちをしました。ま,あ、まずそれが一つ、ね。もう一つ今日話したいのはコロナウイルスの更新情報、アップデート。いろんなところでコロナウイルスが今、えー、とメディアで出ていて今日話したいのはそれについてアップデート事実、まず一つ。それと2番目、僕の解釈変わったかどうか。 先週にコロナウイルスに最初の YouTube ビデオを出しましたけど今回はもう一回話したいと思いますすごい今話題になっているのでまず事実を話しましょうコロナウイルス中国のウーハン州で発生し始めて今のところは14カ国ぐらいに広がっていますあの影響をしている患者の人数は今のところ大体3000人ぐらいで死亡人は 大体83人ぐらい今のところなので死亡率は2.8%まだ先週僕が最初に流した YouTube ビデオコロナウイルスについての YouTube ビデオと死亡率は全く同じですそれが事実ですで14カ国に影響が出てますけど死亡人が出てるのは中国だけです今のところ <laughs> OK じゃあ次はまあそれが事実で 僕の解釈マーケットは1点、まあ、日経マーケット、日経市場、日本の株式市場では今、今日の朝1.7%ぐらい下がっています。僕の解釈はまだパニックするのはとても早すぎると思います。今、いろんなメディアでパニックになっていますけど、まだ早すぎると思います。 まず一つの理由は WHO World Health Organization、世界健康機関がウイルス、歴史的にとってウイルスに立っての一万の専門機関なんですで。彼らはまだこのウイルスを危機状態と定めていないんです。なので我々、なの我々なだから我々、投資家や経済の人はその人、 ウイルスの専門家について同じ考えをするべきだと思います。なので、まだ危機状態だと思,わない思ってはいけないと思います。もう一つ、まだパニックしない方が理由。今日日経は1.7%下がっていますけど、今はまだ中国のお正月、旧正月、チャイニーズナショナルハロデーなんです。だから今週末、今日、それと明日もまだこの 正月に対しての影響はマーケットにいっぱいあります。中国の市場はほとんど閉まっていて、中国人は世界いろんなところに住んでいるので、マーケットの取引量、トレーディングボリュームがかなり今日は低いです。なので、トレーディングボリューム、取引量がこれだけ低いときには、マーケットはとても敏感な状態、とても下がりやすい状態になるので、 今日下がっている理由はもちろんコロナウイルスのインパクトもありますけどもっと重要なのは多分この中国のナショナルホルデーあのこの中国の旧正月の影響で取引量がすごく下がっているからだと思いますなので僕の解釈は先週の出したコロナウイルスのビデオと同じまだパニックするのは早すぎるまだ危機状態と定めてはいけない ので、皆さん、ポートフォリオ、投資の戦略は何も変えないべきだと思います。今日も YouTube ビデオを見てくれてありがとうございます。ぜひコメントリクエストいつでも、えー、と何でも発信してください。えー、とそれともちろん、えー、とビデオあ、YouTube チャンネルの登録もお願いします。ではまた明日までお願いします。よろしくお願いします。